お召し上がりください。いきなり皮膚につながるってことですか？最近は自分で事業を起こす起業をしている人が増えています。兵庫県では起業をして頑張っている方々にさまざまな支援をしているんですが、今日は県の支援を受けながら起業をして活躍している方お二人に会いに行きます。まずは 100% プラントベースの菊池さんです。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。まずはこちらをお召し上がりください。いきなりパスタですか？はい、春菊を使ったパスタになります。めちゃくちゃ美味しそうなんですけど。おいしい。ありがとうございます。これ何ですか、このソースめっちゃ美味しいんですけど。実はこちらはですね、兵庫五穀のごちそうシリーズというのの中の春菊と大葉の爽やかさ、体休まるグリーンソースという商品を使ったパスタになります。あ、このソースを使ってらっしゃるんですか？はい。菊池さんはこのソースを開発するために県内のさまざまな生産者を訪ねて美味しい野菜について学び、コロナ禍で時間ができたミシュラン三つ星レストランのシェフとコラボをして野菜が持つ素材の力を最大限に引き出す工夫をしました。そしてできたのが地産地消で野菜が主役の冷凍ミールキット、兵庫五穀のごちそうシリーズ。まだ試作段階で一般販売はされていないものの、商品は全部で11種類、4月頃の発売を目指しています。キノコのコクを最大限に引き出したペーストや、採れたてのナスを一度焼いてからすりつぶした野菜のペースト。さらにこちらはスパイス香る野菜ミンチ、丹波黒豆と3種類のキノコを掛け合わせて作られています。すべてのソースはそれ自体に味がついているので湯煎で温めるだけ、食べ方のバリエーションも楽しめるんです。菊池さんはこのソースの開発事業で起業されたんですか？いえ、実は違うんです。最初はですね、2017年にフードピクトという商品で起業しました。フードピクトっていうのは、はい、このマグカップにちょっと載ってるのもフードピクトの、このマークですか？はい、はいはいはい。食材を分かりやすく絵文字で表示したピクトグラムの食材版フードピクトっていう商品を開発しました。これ開発されたんですか？はい。今だったら結構これって見かけますよね。そうですね、今全国約1600店舗ぐらいの空港ホテル飲食店でご利用いただいてます。そうでしたか。はい。だとするとさっきのそのソース、はい、っていうのはなぜまた別のそういったことを開発されたんですか？はい、もともとこのフードピクトっていう絵文字がですね、はい、何が入ってるかすぐ分かることで安心してこうみんなで食卓を囲める外食環境づくりみたいなのをやってきたんですね。はいはい。ところがこうコロナになって外食そのものが今難しくなってますので、こうみんなで食卓を囲める環境っていうのをどうやったら作れるかっていうのを考えた時に、今度は外食ではなくて家の中のおうちご飯に商品そのものを届けたらいいんじゃないかということで 100% プラントベースの取り組みがスタートしました。菊池さんはこの活動で兵庫県、神戸市、そして国際機関ユノップスが連携して実施するグローバルな SDGs 課題解決を目指すプログラム SDGs チャレンジに参加。さまざまな支援を受けながら海外展開も見据えて新商品の開発に挑戦しています。私たちの商品はすべて植物性の食材でできてますので、はい、黒豆とキノコのご飯なんかもですね、同様の豚肉使った商品なんかと比べますと環境負荷がすごく低くてですね、生産にかかるお水の量を減らしたりですとか、あと CO2 の排出量も9割以上減らせる商品になってますので、こういう環境負荷の低い食の選択肢を届けようということで SDGs チャレンジに採択いただきました。県
の支援っていうのはこうどういった役に立ったんですか？最初の食材調査ですとか商品開発のところをサポートいただきまして、はい、最初の一歩踏み出すため の, ご支援をいただきました。新しい取り組みに対して、ご支援いただけると私たちも挑戦しやすくなります。どうでしたか？実際いろいろソース作ってて大変でしたか？大変ですね。やっぱり最初はもう僕自身料理自体に動物性食品食材っていうのを必ず使ってたので、はい、それが聞いた時に野菜だけでしたいって言われたので、ある意味何を言ってるんだろうこの人っていう形だったんですけど、はい、どうやって味を乗せるか、野菜だけでどうやって旨味を出すか、そういうのをいろいろと模索する中で、自分自身にとってすごくいい経験になって、まだまだ未知の世界のものだと思うんですけど、それを先を見据えて動かれてるっていうのはすごいなと思います。今後ね、どういったことをやっていきたいみたいなことってお考えはあるんですか？はい、兵庫県内のいろんな事業者さんですね、生産者さんとか食品加工できる方と一緒に連携しながら、もう少しこうパワーアップして、より多くの方に商品をお届けしたいと思ってますし、さらに他の自治体にも展開していきたいというふうに思ってます。頑張ってください。さあ、もう一人起業して頑張ってらっしゃる方をお尋ねします。こちら起業家への情報発信や支援をする起業プラザ兵庫です。ここに旅行会社でもあるビートラベルの渡辺さんがいらっしゃるそうなんです。新型コロナの影響で旅行業界も大変になりましたが、それをチャンスと捉えて新しい事業を起こされたとのことなんですが、それでは行ってみましょう。代表の渡辺さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。渡辺さんもこの旅行会社を起業されたということなんでしょうか？はい、そうです。子供の頃にちょっと親の仕事でヨーロッパにもともと住んでまして、はい、そんな影響もあって将来的にちょっと国際的な仕事がしたいなってずっと思ってたんですね。でも大学卒業した時は安定してる製薬会社で、まあ、仕事をしてたんですけれども、なんかやっぱり自分の好きな仕事がしたいなと思いまして、で旅行会社にまず、まあ、社員として転職したことをきっかけに、外国人の観光客っていうのが、まあ、増え出したのがここ10年ぐらいかと思うんですけれども、もともと神戸が私出身だったので、子供が実は、まあ、生まれるタイミングもちょうど一緒の時期で、はいはいはい、でも U ターンしてちょっと神戸を拠点に法人にしようということで旅行会社っていう、まあ、法人なりになったんですけれども、東南アジアの富裕層向けにオーダーメイドの旅行手配サービスを提供していた渡辺さん、業績は順調。しかし新型コロナの影響でほとんどの旅行がもうキャンセル続きで、もうそのコロナ来た時はもう本当にどうしようみたいな形だったんですけど、たまたま同じように観光業で影響を受けてる知人がいるんですけど、なんかオンライン化が結構進んでるっていう話から、なんか今までやってきたこういうツアーの提供とかってオンラインでもできるんじゃないかなっていうふうに思って、まあオンライン体験っていうのを始めました。まあ今いるこの神戸の特産品とか、まあ有名な食べ物とかって結構あるじゃないですか、はい、そういうのをお客さんのご自宅に、まあ、お届けして、ズームを使って、まあ、ガイドが案内したりとか、普段もう見れない箇所、まあ、普通の観光で行ったらいけない場所とか、そういうのを案内するっていうような新サービスを始めました。例えばこれだったら日本酒 のツアーで、片手にもう日本酒持ちながら他の参加者の人と一緒に団らんも楽しみながら乾杯して、乾杯して、はい、でお話聞きながら、そうです、そうです、それいいですね。だからツアーなんですね、うん、じゃ動画の違うところっていうのは、うんうん、ただ見るだけじゃなくて、このオンライン体験事業などで培った経験と知識を生かして、現在は次世代型動画であるインタラクティブ動画の制作も始めている渡辺さん、完成が楽しみです。渡辺さんは県が行うポストコロナスタートアップ支援事業の支援を受けています。
まあ、どういったお考えでそのポストコロナスタートアップ支援事業っていうのを受けられたんですか？あのポストコロナスタートアップ事業は、まあ、もっとこうあの幅を広げれるんじゃないかな、一気にそのあたりがスピードアップすると思って、神戸市外の例えば旅行会社さん、同業他社さんと一緒にあの別のオンライン体験を作るとかっていう取り組みができたのがこのポストコロナのおかげだったと思ってます。まだまだ今後こういうふうにしていきたいとか、はい、なんかこう夢みたいなものっていうのはあるんですか？あ、そうですね、あの無事にちょっとコロナが、ね、収まってくれて、またあの海外の方がまあ将来的に戻ってきた時に、まあ、より良い体制であのこの兵庫の魅力とかを発信できる会社になっていけたら嬉しいなというふうに思ってます。今日お会いしたお二人ともすごくアクティブにお仕事をされているなと感じました。県の支援をうまく活用しながら、これからも多くの起業家が誕生したらいいですね。今週の話題はイチジク。中でも川西市のイチジクは味と香りの良さからブランド化され、朝どりの恵みの愛称で親しまれています。でも、イチジクって夏の果物でしょ？その通り。けれど、川西市では朝どりの恵みを使った美味しいイチジクグルメが一年中楽しめちゃうんです。ということで、まずやってきたのは美味しいものが揃っている川西阪急の地下1階フロア。どんなイチジクグルメがあるんですか？どれ？こちらですね、イチジクを使ったカレーになります。完熟イチジクが丸ごと溶け込んだこちらのカレー、鶏ガラスープとポークブイヨンのコクにイチジクの甘みがマッチした絶品レトルトカレーです。レトルトカレーって種類が非常に多いんですけれども、特産品を使ったご当地カレーということで、あの非常に人気であります。スパイスが中に入ってまして、それで調整もできますので、まあ、あのお子様から非常にまあ食べやすいのかなというふうに思います。実はこちらのイチジクカレー、食で地域を盛り上げるために川西市と大阪青山大学の教職員や学生が共同で開発したんです。商品開発にご苦労はありましたか？カレーに果物で例えばリンゴを入れたりして美味しくなるっていうのは皆さんご存じだと思うんですけども、イチジクを入れたらどうなるんだろうというところの発想から生まれたんですね。イチジクの配合であるとか、骨の中に入れるものであるとか、何種類も実験して食べた時はこうなるかと、本当に手前味噌になりますけど、ものすごい美味しかったんです。ぜひ一度ご賞味をいただければきっと癖になると思いますので。実は2012年に開発されてから美味しさと珍しさが話題を呼び、五つ星兵庫やふるさと納税の返礼品にも選ばれました。イチジクカレーの PR を担当するのは川西市の地域活性化を行う山本さん。ご親戚とかお泊まりのところにちょっと訪問されるときに、お土産等にですね、ご利用いただけたらなという PR 等ですね、行っておるといったところです。イチジクカレーなかなか珍しいということで、あ、これがイチジクカレーかということでご賞味いただけたらありがたいです。続いてイチジクグルメを求めてやってきたのはレストランジェサピーク。落ち着いた雰囲気の中、本格フレンチがお手軽にいただける地域の人気店です。こちらのお店ではフレンチだけでなくケーキもいただけるのですが、こちらが当店の人気スイーツ、いちじくブランデーケーキです。上品な甘い香りがふわっと広がるこちらのケーキ、中にはブランデーに漬け込んだイチジクがたっぷりと入っているんです。フランス料理ではイチジクというのは比較的ポピュラーな食材なんですけれども、イチジクとブランデーの相性を鑑みて、配合を済ませています。イチジクを使ったスイーツを考え出したのには
川口さんのある思いがありました。旬のフルーツであるイチジクというのは足が速くてですね、地産地消で終わってしまう傾向にありますから、川西市のおいしいイチジクを皆さんに楽しんでいただけるようにおいしいスイーツができないかなということで考案いたしました。イチジクのミンチをしっかりと練り合わせてありますので、ふっくらとしたケーキの食感の中にイチジクが弾けてプチプチという食感が楽しめます。それを楽しんでいただきたいですね。以前友達からこのイチジクブランデーケーキをもらったというお客さんは、イチジクとブランデーが私にはすごくいいハーモニーかなと思います。美味しいです。川西市のブランドイチジク、朝どりの恵みを使った絶品グルメ、一年中美味しくいただけるのでぜひお試しください。今週の輝きさん。今週の輝きさんは障害者に寄り添った活動をしている清田正幸さん。そしてリポーターは、皆さんおはようございます、橋本雅子です。今回は尼崎市にあります NPO 法人月と風と代表されている清田さんに会いにやってきました。なんでも障害者に寄り添った活動をされているということなんですが、まあ一体どんな方なんでしょうね。楽しみですね。おはようございます。はい、おはようございます。あ、清田さんですか。あ、そうです、清田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらが NPO 法人月と風との本拠地になるわけですか。そうです。はあ、こちらではどういった活動されてるんでしょうか。主に障害ある方へのヘルパーを派遣する事業と、あと仕事作り、あと居心地のいい場所作り、場作りですね。それを3つの柱で活動してます。なんか見た感じこうアートディレクターっぽい雰囲気なんですけど。ありがとうございます。そうではなくて。いや違います、これ実は違います。僕もヘルパーで実際活動しているので、ということで早速清田さんのヘルパー業務に同行させていただくことに。月と風とは現在7人で運営していて、およそ30人の障害者のお宅へ行きヘルパー業務を行っています。今回清田さんはこのお宅で水分補給と入浴の補助を行います。今、はい、ヘルパーとしての顔を拝見いたしました。どういうところを気をつけておられるか。僕自身が心がけてるのは、体のどっかを触っときたいっていうのはあります。なんか手でも頭でもどこでもいいんですけど、声かけしながらどこかちょっと触っとくっていうのはちょっと心がけてはいます。なんかやっぱり何かいい影響があったりするんですか。僕が逆にされる側だったらちょっと安心するなっていうのは、まあもちろんどう思ってはるかはね、細かくわからないですけど、僕らが行ったらなんかすっきりした顔したりとか、お風呂も入れたりとかで、なんかいい顔を表情してくれてはるし、いつもなんかこうなんですかね、ご褒美もらって帰る感じですね、毎回。本当にすごい。それがやっぱりこの仕事の魅力ですね。清田さんはどうですか。お人がいい英雄っていうとこでしちゃうかな。あれです。何かつけてね、親身になってくれはりますよ。また清田さんは障害者にもっと喜んでもらおうと、さまざまなイベントを企画。みんなが心地よく感じられるような居場所を作り出しています。その中でも特に力を入れているのがミーツザ福祉。もともとは1982年から尼崎市が行っていた事業なのですが、2017年から清田さんたちが運営を受託。いろんな人たちが協力して、障害のあるなし関係なくみんなが楽しめるイベントなんです。今回はコロナ禍ということもあり、市内3カ所に分けて行っています。イベントには尼崎市長も参加して盛り上げました。本当はね、野外でもっとたくさんの方々がね、集まる形でやってたんですけれども、コロナの中でも続けたいということで、キャラバンでいろんな地域を回ってもらう形で、こうやってミーツザ福祉が無事開催されて、すごく嬉
嬉しく思っています。いや、やっぱり福祉っていうもののイメージを、ね、大きく変えていくようなこういう取り組みをやってもらってすごく心強く思っています。尼崎市も一緒に頑張っていきたいと思ってます。イベントの参加者は本当に京都さんのおかげでいろいろ変わって僕たちも参加できる場をもらえて子どもたちの自信にもつながっているので本当に尊敬してます。本当にあったかい方だなというのがあって誰も取り残さないみたいなところをすごく意識されてるんじゃないかなと思います。全部なんかピンチをなんかチャンスに変えれる人なんかギリギリなんかやばいに違うって思っててもなんかこううまく進んでいくなんかそういう気持ってる人かなって感じがします。そして清田さんのもう一つの活動、障害者の仕事づくり。橋本さんが案内されたのはコープ神戸天ヶ崎近松店の一角にあるこのお店。チャリティーショップってなんか私今一つよくわからないんですけどどういったものなんですか？チャリティーショップっていうのはここに書いてあるんですけど買い物が寄付になるお店、うん、例えば、はい、私がねここでこうお洋服を買ったら、はい、それが寄付につながるってことですか？そうです、寄付になります。イギリス発祥のチャリティーショップっていうお店のシステムなんですけど、うん、イギリス発祥、イギリス発祥です。で、環境問題のためにその売り上げを使いますとか、はい、と、がん患者の方のために使いますとか、はい、いう感じで社会課題ごとにお店がいっぱいあって日本で言ったらローソンと同じぐらい1万6000店舗あります。僕は尼崎をなんとかロンドンにしたいと思ってるんで、素敵、チャリティーショップが半径2キロ圏内で8軒行けば密度的にロンドンと一緒になるんですよね。尼崎出身の者としては尼崎をロンドンに行ってめっちゃいい響きやし、でチャリティーに貢献できてってなんかちょっと尼崎市民、ね、鼻高くなるような、ね、感じですよね。寄付が文化として根付いたりとか助け合いが結構当たり前にあるよっていうのが尼崎って結構土壌的にそれ結構あるかなと思ってるんで、それがちゃんと目に見える形でチャリティーショップの数っていう形でロンドンに追いついたらすごく面白いなというふうに思ってます。清田さんと一緒にフクルを立ち上げたスタッフにお話を伺いました。このお店の立ち上げメンバーのお一人なんですか？はい。うわー、そうだったんですね。じゃあ研修とか下準備とか大変じゃなかったですか？あ、大変でした、うん、ロンドンに行くためにクラウドファンディング の、 動画を撮ったりしたと。そうなんです、フクルを立ち上げる前クラウドファンディングで資金を募りチャリティーショップの本場ロンドンへ清田さんと一緒に視察に行ったんですって。清田さんって藤原さんから見てどんな感じですか？どんな人？友達みたいな人です。なんかこう、はい、めちゃめちゃおもろいんですよ。そこが好きです。ユーモアがある。僕から見たら、そこがやっぱすごいところだなと思います。このお店で障害者がこう生き生きとね、はい、明るく接客されてるのを見てすごく感動したんですけど、そのあたりはこう何か狙いがあったんですか？なんか障害ある人と喋ってて心が潤ってなんか楽しくなったっていう経験が僕もやっぱあるんですよね。そういう気持ちにこのコープに来てくれる、フクルに来てくれる人もそうなってくれたら嬉しいなというのと、そこでの買い物とかっていうのが自分たちの賃金になるっていうことになると、まあ、やりがいもあるし、で接客業も自分ができる、できると思ってない人が多い、そんなことないぞっていうところの幅広げる、可能性を広げるためにもこうはお店をやってみようかなというふうに思いました。これから清田さんは月と風とをどんなふうに、はい、展開していきたいとお考えですか？もうちょっといろんな人が関わりやすいような空気になったらいいなと思ってるんで、なんかうちがやって、あ、意外にああいうことやっていいんやとか、意外にああいうことやったら楽しいんやっていうところを真似する人がたくさん出てきて、そういう人とじゃあ障害ある人をつなげるにはどうしたらいいか、自分たちがまず知り合いにならないといけないっていうのがあったんで、そういうのをこう受け止めてくれる、こう面白かったらええよみたいな土壌が尼崎にあるもので、そこにまあちょっと飛び込んでいっていろんな地域のイベントとかなんか面白そうな人を紹介してもらって話しに行ったりとかして、それで繋がったりとかして、そういうのがどんどんこう増えていくんで、むっちゃ面白い地域になったら
いいなと思いますね。世間には障害者福祉の活動はいろいろありますが、清田さんは障害者が何を持っているのかを考え、そして何を求めているのかも考え、それをしっかり受け止めて、そして真摯に、さらに時には面白がりながら取り組んでいらっしゃるのがとっても印象的でした。障害者に寄り添い、その願いを叶えてらっしゃる清田さん、確かに輝いてました。兵庫県からのお知らせです。感染力が非常に強いオミクロン株により第6波の感染拡大が続いています。現在兵庫県全域にまん延防止等重点措置が適用されています。医療の逼迫を防ぎ、社会機能を停滞させないためにも、引き続き感染対策の徹底をお願いします。県民の皆さんへのお願いです。不織布マスクなど適切なマスクの着用、手洗いや手指の消毒、換気、人と人との距離の確保、家族の健康管理など基本的な感染対策を徹底してください。体調が悪い場合は医療機関を受診しましょう。混雑している場所や時間を極力避けて少人数で行動してください。会食は同一テーブルでは4人以内で2時間以内を目安とし、会話の時はマスクの着用を徹底してください。飲食店などに対して県内全域で2月20日まで営業時間の短縮を要請しています。新型コロナ対策適正店認証店舗は時短内容をどちらか選択できます。21時までの営業で、酒類提供は20時30分まで、または20時までの営業で酒類提供は行わない。非認証店舗では20時までの営業で酒類提供は禁止です。詳しい内容は兵庫県のホームページをご覧ください。ここで番組からプレゼントのお知らせです。兵庫とピッでご紹介した川西市のブランドイチジク、朝どりの恵みを使ったレストランチェサピーク特製イチジクブランデーケーキを3人の方に。ご応募はハガキ、ファックス、そしてサンテレビの番組ホームページからお願いします。番組へのご意見ご感想などもぜひお書き添えください。応募の締め切りは2月9日水曜必着。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。